諫早市で妻と娘と暮らす黒田光輝さん。この4年間、食事の後に必ず飲むものがあります。あんまり美味しくないです。そうですね、一番しっくりくるのがヨーグルト味で、私はヨーグルト味だったんですけど、でもやっぱり美味しくはないですね。多分みんなが想像するよりは。普段の生活では意外とこれが苦痛だったりします。体の免疫力を抑える薬や栄養剤が欠かせません。180度って言っても過言じゃないくらい生活は変わりました。やっぱりアルコールも飲めなくなったし、食事も今まで揚げ物だったり、そういうのが大好きだったんですけど、食事が基本そういうのも取れないっていう環境下に変わったんで。人生が一変したのは4年前、24歳の時でした。午前中元気だけど午後から体調悪くなるとか、夕方から悪くなるとかが増えてきて、口内炎がたくさん出てきたりとかして、結構病院とかも点々と回されて全然診断がつかないっていうことがあって、まさかこれがそのクローン病が原因だとは分からなくて。勤め先の定期健康診断をきっかけに、難病の一つクローン病と診断されました。食べ物に含まれる成分に体内の免疫機能が過剰に反応し、腸などの消化器官に炎症が出る病気で、10代や20代で発症するケースが多く見られます。ただ原因も治療法も確立されておらず、国内だけで4万人以上が苦しんでいると言われています。なんで自分が難病なんだろうっていう、ちょっとびっくりしたのと、ちょっと受け入れたくないっていうのがありましたね。仕事を休ませていただいたりとか、結構もう食事も喉を通らなかったりとかで、結構一日中トイレにこもったりとか、そういう生活をしてますね。立っていられないほどの腹痛や高熱が何日も続くこともあります。体重は発症前から10キロ落ちました。発症する患者さん大体若い方が多いので、病気と付き合っていく期間が非常に長いんですね。治療を受け続けるっていうのがですね、一つ大きな苦労だと思いますね。黒田さん、お仕事とかですね、子育てとかも頑張りつつ、治療の方も根気よく受けていただいてるからですね、それによってまだ胃腸がひどい状態になることなく保ててると思います。妻が作る日々の食事が黒田さんを支えています。消化の負担とならないように油を使わない野菜中心のメニューが並びます。今同じ食事とっていただいてるんですけど、妻の方には本当だったらこう唐揚げだったりとか食べたいはずなのに、こうやって同じ食事とってくれるのは本当嬉しいですね。先週末、長崎市に県内の難病患者や家族など15人が集まりました。難病カフェです。治療の出口が見えない不安や、一見しても分かりづらい病気の悩みなどを打ち明け、解決策を探ろうと月に一度開いています。自分と同じように難病と向き合う患者や家族の支えになりたいと、去年からカフェの運営に関わっています。それ目に見えるものじゃないから、多分健常者からすると理解されないんですよね。私もそうなんですよ。今こうやって喋ってて普通に元気じゃないのみたいな感じなんですけど、でも難病ってそういうものじゃないですか。目に見えない難病っていうのは。黒田さんの背中を押すのは、去年6月に誕生した長女楓ちゃんの存在です。生まれてからは守っていかないとっていう気持ちが大きくなって、病気には負けないじゃないですけど、ちゃんと向き合ってで頑張っていこうかなってはより思うようになりましたね。家族が自分を支えてくれるように、自分も誰かの力になりたい。病気と戦いながらも前を向いています。